ノーベル賞真鍋さんと同調圧力しかもちゃんメガネ夜なんですいません。なんか初めの頃メガネしてたよね。真面目に研究員みたいな研究員を目指してたんですけどね今となってはこんな今日久しぶりの撮影でしかも夜なんですよね、はい、なのでちょっと疲れが出てるかもしれないけど頑張っていきます。はい、はい、この時期のスウェーデンというとノーベル賞、うんうん、結構日本でも話題になってね。ですよね、うん、その11月の終わりぐらいにそのノーベルウィークがあって、うん、あのこう受賞者が発表されてって、で12月10日にあのノーベル受賞式と晩餐会っていうのがね、うん、普通だったら行われる。今年はやらないんだっけ。やらないか、やらないか、うん、残念ですよ ね受賞式はコンサートハウスでやって、うん、はい、でその後晩餐会を、視聴者でやるのか、はい、ですね、うん、青の広場とか言ってね、結構豪華で、はい、でそれが生中継されたりして、こう私たちもテレビで見たりとかね、うん、して結構見る人多いよね。スウェーデン人も大好きなイベント、うん、で結構王族の人たちが普段は前のあの動画でね王族を紹介したんだけれども、割とこうカジュアルだったり身近なイメージなんだけど、うん、その日に限ってというと変だけどすごく着飾って、うん、冠とかをつけて、うん、ティアラつけてドレス着てっていう、その辺も結構注目されるイベント、うんうん、であと何を食べてるっていうのもね、こう、そうね、あの試食しながらとかね、そうそうそう結構面白いですよね。そうそうなんですよ。あのレストランのメニューって、あのそこの視聴者の地下にレストランがあって、うん、そこでその同じノーベルディナーが食べられるっていうので、うん、結構ツアーなんかで来られるとそこで食べたりした方もいるかもしれないけど、うんうん、いや実は食べに行こうと思ったんですよね、ノードラボで、うん、だけどやってなかったコロナ、うん、そうそう。ちなみにストックホルムだとその受賞者の方たちがいろんな場所で講義を行うんですよね、うんうん、でその講義を基本的には無料で誰でも聞ける。ストックホルム大学の講堂が会場になることが結構多くて、うん、聞きに行けるんですよ。じゃあ普段だったら真鍋さんとかもね、うん、講義に来てたんですかね。そうだと思う、うん、そうです、そうです。残念。で今年のノーベル賞は日本出身の真鍋さんが受賞したということで、日本でも結構盛り上がって、うん、真鍋さんのニュースをご覧になった方も多いと思うんですけれども、私もまあ日本のニュースで見たりスウェーデンのニュースで見たりしました。なんだっけ。あのそう、真鍋さんスウェーデンの日本だから真鍋さんはその日系アメリカ人なんだけれども、結局それでもまあ日本出身なので日本ですごく話題になってるけど、結局まあ日本を飛び出してしまってアメリカで成功された方っていうので、ちょっと実は複雑な気持ちもするよね。日本人としては日本人の受賞って言っていいのかなっていうのもちょっと思ったりするし、で真鍋さん自身もその記者会見の時に、まあ日本から自分はまあなんだろう逃げたじゃないけれども飛び出したみたいな話をされていて、なんかその辺ちょっといろいろやっぱり自分たちも日本を外から見てるような立場であるし、いろいろ思うことがあって、そのことをちょっと今日は話してみたいなと思いました。はい、まあ、こうどっちの国がいいっていうことじゃなくて、こう違う文化を比べるっていうので、まあ日本とスウェーデンは似てるって話してたけど、やっぱここは違うなと思うところでもあるので、そういったことも話してみたいと思います。はい、前の動画でヤンテの掟っていうのを話したんですけど、皆さん覚えてますか？なんか漫画のタイトルみたいですね、ヤンテの掟。そうで、まあ、スウェーデンだけじゃなくて北欧諸国、まあ、ノルウェー、デンマークとか、うん、もう全部の国で共通なんですけど、このヤンテの掟っていうのがあるんです、はい、でこれ見てみると結構ね、うん、激しい、うん、だからこれが北欧の人たちの、まあ、精神の根底にあるもので、まあ、自分が一角の人物であると思ってはいけないとか、うん、まあ、自分が我々と同等であるとは思っていけない、自分が我々より賢明と思っていけない、いろいろあるんだけど、この我々っていうのは多分ね、日本でいう世間みたいなことなのかなと思ったんだよね。だからまあ出る杭は打たれる的な、うん、こうあんまり自分はすごいと思うんじゃねえぞって言ってて、うん、けど一方で個人主義じゃないですか、うん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 、でめちゃめちゃこう自分の個性を大事にするし、うん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 、なんか選ぶっちゃいけないけど個性を大事にしてくれてるから、なんかなんだろう、難しい、すごいなんかこう相反することって感じだよね、うんうんうん、その、まあ、協調和を
重んじてその世間を大切にするのと個人主義、うん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 、でなんかこのだから出る杭が打たれる的な考え方と、まあ、ちょっとこれって同調圧力的な感じがするし、うんうんうんまあ、それと個人主義ってどうやって共存してるのっていうのはすごい不思議なところだと思うんだけど、まあ、実際なんか結構北欧で暮らしてるとみんな結構協調とかこう和を重んじつつも個人主義っていうのは感じる感じるすっごく感じます、うん人と違ってもいいけれども、うん、なんかこう輪を乱すようなことはしちゃいけないみたいな。そうなんか難しい、説明するの。どうやってやってるのかっていうのはね。うん、そうで、まあ、今年そのノーベル賞を受賞した真鍋淑郎さんという方について、なんかすごい記者会見とか見てるとなんかチャーミングなね、可愛い感じの方ですよね。そうですね。うん、ちょっとジョーク飛ばしたりしてね。そう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 。その真鍋さんのことって今メディアでもいろいろ話題になってると思うんですけど、その中で今日考えたいのがこの真鍋さんが言ってたこの言葉。日本人は調和の取れた関係を築き上げる人々、他人に迷惑をかけない。アメリカは自分がしたいようにできる。私は調和の中で生きられない。それが日本に帰りたくない理由。でもこれがまあ国籍を変えた理由っていうことで説明してて、うんまあ、全然嫌な感じじゃなくてすごい冗談っぽくね、うんうん、言ってたので楽しい感じの雰囲気だったんだけれども、うんうん、これを聞いてはあそうかってやっぱりちょっと思ったんだよね、うんだからこの調和って言ってるんだけどこれってまあいわゆる同調圧力っていうやつなのかなと思って、うんね、結構コメントでも同調圧力とか、ね、書いてくれてる人とか言ってて、だから特にそのスウェーデンの暮らし方とかのお話をした時にやっぱりその日本の同調圧力っていうのが辛いっていうようなコメントをいただくこともあって、だからね同調圧力っていうと結構ネガティブなイメージがあるかな、だけどメリットもなくはないですよね、例えば今回のコロナ対策とかでも、みんなマスクしてるじゃないですか、それを強制、ね、スウェーデンなんかほとんどしてないし強制も全くできないし、みんなつけられないけど日本は、もうみんなつけてる、そうあれ日本は多分別に法律でこう無理に強制したわけじゃなくて全員やってるっていうのはやっぱりその同調圧力がかかってたからだと思うんですよね。だって多分マスクなしで出ていけなかったと思う、日本って結構災害大国で、本当に大変な災害がたくさんあるんだけれども、その災害が起きた時のみんなのこうなんていうちゃんとしてる様子、協力して一緒に助け合う、なんか誰もこう、うわーとか言ってこう押し倒して自分だけ先にとかもう食料がない状態でも、人のものを取ったりとかそういうこと全然しなくてもう秩序だった状態を保てるっていうのが、やっぱり世界から見てももう称賛の的なんですよね、そういう意味で世間の目があるっていうことで、ルール違反を抑制したりとか、ちょっと安全が保たれるっていう部分があるのかなっていう気がする、いやだって聞かれましたもん、なんでタクシーの運転手さんとか、何か忘れた時に取らないのとか、なんで物を置いといても誰も取らないのとかいや答えられないですもん、なんでって言ってもいやなんでもそれがダメなことだってみんな知ってるからとか言って、そうなんですよね、だからそういう意味ではいいことでもある、ただやっぱりその悪い面っていうのもあると思うんですよね、みんなと同じ行動ができない人は、こう変なやつって思ってそれをちょっとこう排除するとか見下したりとかする、のところはあるのかなと思います、あとはなんか本当は正しくないとしてももう大多数が正しいと言ったらそれが正しいみたいな状態になってしまう恐ろしさ、そう、それが正になりますよね、そう多数決じゃないけど、なんかこう圧力かけられて本当は違うと思ってるのに言えずになんかこう違う方向に行ってしまうみたいな、だから結構戦争とかもねなんかそういうものがあったのかなっていう後からねいろいろ言われてるけれど、そういうのはちょっと危ない、すごいリスキーなところがあると思う、確かに。さっきの真鍋さんのことかも、調和から逃げたみたいな感じのこと言ってたけど、やっぱりあれって同調圧力かなっていうふうには思うんだけど、そのヤンテの規定ってさっき紹介したんだけど、そこにその北欧には自分は偉いと思うなとか、世間に逆らうな的な空気が基本的にある、だけどこう協調協力だからコーポレートとか、サムアルビエとか、それスウェーデン語で、を大切にする、で協力思いやり他者の尊厳を徹底的にね学校で学ぶって、だからその
結構人種とかも混ざって移民とかも多くて、うん、全然違う人たちがこういるっていう中で、まあ、どうやって協力するかみたいなのは小さい時からすごい学んでるっていう感じがして、うん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 、前あの学校のびっくり動画でそのびっくりしたことの一つに日直をやるかやらないかに選択権があるっていう話をしたんですけど、でその時のコメントでいただいたので、その他の人の世話になってるのに自分だけやり面倒だからやりたくないみたいなのってどうなのっていうような疑問をいただいて、確かにそれ本当におっしゃる通りだなと思って、ちょっと説明不足だったなと思ったんだけど、なんかその根底に協力とか思いやりっていう教育がすごくあるから、うん、そこで選択権を与えられた時にそのまあやっぱり助け合いっていうのを重視、うん、まあ、できる、それでその選択権があってもやらないっていう子供がほとんどいないっていう状態になる、うん、その同調っていうのと協調っていうのが違うなってすごく思うんですよね、うんうんうん、でだから同調っていうのは同じように考えるとか同じ意見を持つっていう意味で、一方その協調っていうのは、まあ、協力するっていうことなんだけど、自分と他人が違う意見でもそれはもう関係ない、同じでも関係なくて、でその一緒に協力する、でまあ、意見が違う時にどうするかっていうのがそうすると重要になってくるんだよね。だけど自分がね、私と横さんが意見が違っても あなたは間違ってるじゃなくて、うんうん、あそういう意見なんだっていうんで、うんうんうん、で、まあ、2つ目はその自分と違う意見の人と折り合いをつける、だから陽子さんと私は意見が違うけれども、じゃどうやったら一緒にできるかとか、だから相手が同じ意見を持ってなきゃいけないっていうのが同調で、協調っていうのは違う意見があるけれどもどうやって一緒に進んでいくかみたいな感じですよね。そうそうそう、だからそのためにはまあ冷静に相手の、まあ、意見とか考えてるのを聞いて、うん、まあ、理解して、でそれで、まあ、自分がやりたいことと、まあ、相反してる場合はその妥協案とかっていうのを見つけていくっていうのが、まあ、すごい重要になってくるんだけど、やっぱその訓練っていうのをすごくスウェーデンは小さい子供もやってるなっていうのは思う、うん、だから私これ本当夫婦喧嘩の時にね本当これすごい今この同調と協調について考えて、あこれだって今すごく思ったんだけど、いやもう私ね同調したいんですよ、夫と同じ意見に なってほしいというか、なってほしいの、なりたいんじゃなくてなってほしいの、だけどならないのね全然、うん、そうするとなんかこう喧嘩して話し合いとかするともう平行線をたどるのね話し合いが、すっごいそれがストレス、で話し合った挙句もう何時間とかも喧嘩した挙句、はい一致しませんでしたとかまあだけど全く違う2人だから同じ意見になるって無理ですよね。そうなのよ。けど日本人だったら折れてくれるよって思う。そうなの。なんか日本人だったら最後はちょっとこう分かり合って終わりたいっていう風に思っちゃうんだけど、うん、それがやっぱり分かり合わなくてもいいっていう風に、うん、だからそれはでも本当この15年の夫婦喧嘩を通してすごい体験したんだよね。ないそういうの。だから今パッと思ったのが、うん、例えばみんなやってるから、みんなしてるからっていう理由が理由じゃないって言われる。あなるほど、深いねけどみんなって誰って言われるけれど、いやだけど何でしょう、みんなやってるんだからいいじゃんって言うとその一人一人は違うじゃん家庭環境が、なんで僕たちがそれと同じ風にやんなきゃいけないのって。うーん、だから偉いよね、自分の意見を持ってるってことだよね、考えとかをね、それが基本にあって、それ自分も意見を持ってる、他の人も意見を持ってる、でそれをこう対等に話し合うっていうことか。いやーだから結構こう難しいみんなやってるじゃんとか、まあみんなに合わせるっていう、みんなっていうのは何かなって、まあ、同調圧力でその同調する相手っていうのは誰なのかっていうと、やっぱり世間っていうことなんだよね、日本はね、うん、だからもう日本で世間のもう影響力は圧倒的だから、うん、まあ、無視することはできないと思うんだけどね、うん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 、でもやっぱりあんまりでも世間って言っても難しいですよ ね、だってさ、いろんな人がいるわけじゃないですか、うん、だからさっき真帆ちゃんが言ったみたいに、真帆ちゃんってかあの夫かなが言ってたみたいに、その誰に合わせるのっていうか、うん、自分たちは自分たちじゃんみたいな、うんうんうん、どうしてその他の人に合わせるのっていう話だけどね、うんうん、だからまあなんでそのあるようでないこう、ね、時空みたいな、うん、正しい正しくないっていうのも結局すごいふわふわしたようなものだから、うんうん、まあ、それにこう左右されてそれに合わせなければみたいに必死になってしまうと、うんうん、やっぱ結構疲れるかなっていう気がする、うんうん、ね、え、まあ皆さんなんかちょっと難しいですけど全然なんかこうオチがない話ま
だけどなんかこう同調と協調とかね、うん、まあ、日本の社会の生きる上で、うん、思うところがあればシェアして、そうですね、はい、コメントでまた教えてください、いろいろ、うん、だけどやっぱり結局だから自分の意見を持つっていうのが第一段階 で、うん、でそこからこう相手の他の人も自分の意見を持ってるっていうのはいいことだなっていうふうに受け入れるっていうことが次のステップなのかな、うんうん、だけど自分の意見を持って育ってこんな持ってるけど、うん、なんかそれを表現して育ってないから、うん、そこがまずちょっとスウェーデンとは違うかなって一つ思いますね。確かにね、そうするとやっぱり教育とかっていう話になるのかな、うん、でもこうね、調和、その真鍋さんが言った調和がある社会っていうので、まあ、それですごくいいところもあるからね、うんうん、なんかその日本の教育ですごくこう調和が生まれる社会っていうのを作れてるっていうのはすごいポジティブなことだと思うんだけどね、うんうん、だけど大人になってるからは協調できる人の方が生きやすいかなって思います、うん、私的には。あ、この人こういう考え方持ってんだ、へーみたいな。あ、いや私こうだよ、絶対こうだと思う、うん、だけどじゃあ一緒にやるためにはじゃあこうしたしょっかみたいな、うん、なんかその方がはっきり自分はこうだって言えるから、うん、こう協調できる相手と一緒に過ごした方が私は楽かなって思います。確かに、うん、確かに私はまだ結構こう学び中16年の夫婦喧嘩を通してもまだ学び中、いや分かり合えないよ、分かり合えないのなんかこう苦痛だよねって思っちゃうけど、まだ私子供いないからかな、多分子供、子育てになった時に子供ができる前も喧嘩してましたんで、はい、というわけで、まあ、同調とか協調について話してみました、うんうん、まあ、コメントとかでもいろいろ考えをシェアしていただければ嬉しいです。はい、またあの毎週北欧の情報をシェアしていきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします、はい、ではまた次週の動画でお会いしましょう。エイドー。